ございます。カーネーションかやらかしたやらかした、バラじゃなかった。なんでみんな知ってるの。カーネーションありがとうございます。お母さんって思ってるってこと。こんばんは。明日はスタンディング了解、スタンディング合格キスね。マジバラかと思った。ちょっと青汁を飲みます。ふう、なんか今日、なんか今日なんか美味しくないぞ、いつもより今日なんか美味しくないぞ。カネちゃんありがとうございます。18の目申し込み忘れてて泣いた。まあ申し込もうとしてくれてただけ嬉しいけど、ちょ待って、なんか今日青汁まずい、なんかいつもよりまずいんだけど。いや作り方は同じ、飲まなきゃ。でも嫌なんだけどマジで、今日なんか美味しくない。18私会なんだ。楽しみすぎて寝れない、嬉しい、楽しみですね。ううこんばんは。カネシありがとうございます。結婚してお断りです。いやいや、うん、ありがとう、ありがとう。メイドウジヨロピクいつも一気飲みしてる。カネシありがとうございます。18ダメだったんだ。18今日当落だったのかな。当たった人いない、もしかして。ここハルーム当たった人ゼロ、もしかして。ハートありがとうございます。もしかしてゼロかな。まさかのねゼロ説。金のタコちゃんありがとうございます。いつまでゴールデンウィークやってるんだろう。まさかの18当たりました。おお発見だ。でもみゆちゃんのセリフ振るのかな。だからはい、ダメでした。気持ちはゴールデンウィーク、仕事の休憩中。まだお仕事中なの。頑張って。マジか。私のサイリーは、うわー18当たったよ。発見、嬉しい。やったー、ゼロ疑惑晴れました、嬉しい。いやいや、カネシありがとうございます。うれうれです、うれうれ。金のキューピットクマちゃんありがとうございます。うれうれ、うれしいよ。カーネーションありがとうございます。イエーイ。やったー、見つけちゃうんだから。どうなるんだろうね、制服の目。5月7、8と劇場行ったので今月はもう遠征行けない。そっか、7、8に行ったんだね。みゆちゃんと共にココハさんの大きな輝き楽しみです。楽しみにしててください。制服の目もね、18がすごく久々になるので、かわいくんありがとくないよ。今日さくらさん一瞬見かけた一瞬見かけた。
会場行けないと空港に行きます。そうなの？空港？会場には行けないけど空港には行きます。ピエになりそうとか言ってたらピエなら無理。でも当たんなかった人が多すぎてびっくりしている。びっくりしているよ。なんかこの角度こっちに目に光入ってなすぎて怖いわ。そっか、トレードもあるもんね、ギリギリまで粘ってみちゃってください。まあでもね、次が18なので前回の制服の目とかも繰り返して見てもらって私を隅々まで見てみてください。前回の制服の目とか隅々まで推しカメラとかしちゃってください。もう18なので次が。土日目とか当たり禁止戦と思ったけど、そうだよね、祝日だった。今日ココハちゃん、え、まだ買えるの？どこで買ったの？どこで買ったの？お揃い着てくれるってこと？明後日どこで買ったの？トレーダー悪い席しか、え、そんなこともねないんじゃない、わかんないけど、うちは楽しみすぎる、楽しみにしてます、待ち遠しすぎる。来月に応募できる君になりそう。お、ありがとう。コモ隅々しか見てない劇場です。え、劇場で買えるの？え、劇場で生誕って買えるの？ココハの明日来てくれるの？待ってるよ。え、トレードで B 列、ほらほらほら、明日しか行かない。お、待ってるよ明日。お、待ってるね。あ、劇場で買えるの？知らなかった。マヨテリね、マヨテリね、何話そうね、マヨテリね。金のハートとカーネーション、ありがとうございます。明日トレードで最善あるの？素晴らしいね。と、あ、当日か、間違えた。え、ココハの生誕って、劇場で買えるんだ、知らなかった、知らなかったな。普通にそうなんだ。ホルモンいいね。ココハもホルモン食べた、今日ホルモン食べました。4列目をトレードに、わお、在庫限りね。ドラムいいね。おこてり、おこてり写真ね10枚ぐらいある。サータンと焼肉行ったよ今日。東大元暮らしだね。明日の服は合格キスです。明日は合格キスで、明後日は生誕ティーです。ご飯3杯いいね。昔は生誕ティー数量限定、今事前予約、事前予約いいよね。おこてりめっちゃ送って、わかったよ。今日ココミンとなんか久々に会った。あ、ココミンのファンの人でしょ、ココハって。ココミンのさあ顔のアイコンの方でしょ絶対。焼肉、そう、なんかもう一日中ホルテリは知らない。一日中ねサータンと最近いるんですけど、そう、お腹すいたから、よくわかるよ。そう、ツーショット完璧。ココミンがココハって言ってたから。マジ？ココミンココハって言ってたの？かわいい、かわいいな。久々に会ったんだよね、ココミンに。たくさんお話ししたよ、楽しい時間を過ごした。今度最前入った時合格キスで自分メガネ、うん、かけて。明日ゆっくり7部です。把握具合やばない？いや、わからないよ。たまたまデザート冷麺、なんかさ冷麺さ
なんかさ、広島に安佐動物園ってあるんですけど、安佐動物園の近くの焼肉屋さんに行った時に食べた冷麺がめっちゃ美味しかったんですよね。12期の関係性素敵です。18めっちゃ楽しみです。嬉しい。ココハも楽しみ。上野動物園いいな。ココハの分まで見てきて。明日楽しみすぎる。コミンのね、ココミンかわいいよ。今日マジ久々に会ったな。明日会えないからココミン。ココハ面白いって。面白いかな、ケータリングってやつは。あー、うん。18投げたかった。また投げて、いつでも。朝はね、安心の案に人弁に左って朝とって書きます。そう、安佐動物園ってとこが広島にあって、なんかナイトサファリみたいなのを、あれは小学生ぐらいの時かな、見に行こうってなって見に行ったんですけど、人が多すぎて断念して近くの焼肉屋さんに行ったんですけど、その時に食べた冷麺が美味しかった。その1回しか食べたことない。公園入りたい？そう、ココミンと明日会えない。ねえ、花火あるらしいね。代わりに会ってきて。安佐動物園、広島県民だからね、かけるよ。カレーコンパニア、広島ね、いつか凱旋ライブは夢ですね。広島でさ、広島のさ、思い出深いライブハウスとかがあるので、そこでソロコンサートとかもできたらいいなって密かに思ってる。カーネーションありがとうございます。冷麺に、やだやだよ。太陽フレアって何？何時からですか、その花火。ライブ見に行ってたりしたし、立ったりもしてた。広島行きたいよね。ほののさん行ってましたね、この間。え、じゃあそう、え、4時からなの花火。あ、開演7時。いかつい名前のライブ会場、広島に。いかつい名前、なんだろう、なんだろうな。カートルとエディオで待ってる。ケツメイシのライブ、グリーンアリーナいいよね。7時か。7時っているのかな、ここは。あ、会場ね、会場が4時なんだ。サンプラザもね、桜坂見に行ったわ。サンプラザ、広島サンプラザ、7時か。見えないかもしれないけど、聞こえるのかな。7時っているのかな、わからないな。花火とかさ、好きだから見たいな。みんな見るの花火。オーロラ。6時ね。7時でしょ。どうなんだろう。ちょっと見れたらいいな。ふるさとに錦を飾ろう。抜群に見える。結婚サイン待ってます。婚姻届ってこと？サインはしません。花火好きなんだよね、マジで。なんか、あ、ライブ番機種、結婚届待たないで。こんばんは。花火大好きだからさ。広島ちょこちょこ行くんですか？ねえ。ナマステにサイン。
いや、行きつけのナマステは本当近所のやつだから。広島のお好み焼き食べてみたい？ぜひ食べてほしい。尾道ね、尾道もいいところですよ。片手で数えれるぐらい、5回も行ってないかもだけど。広島のクワトロとか、お、クワトロはね、もうめちゃめちゃミニも行ってたし、立たせてもいただいてたので、めちゃめちゃ思い出深い場所ですよ。リアル行きつけはね、おえー、野球いいね。花火祭り行きたいな。てかさ、明日に花火って早いね。だって5月でしょ。今年1回、あ、意外と尾道はね、ラーメンありますよ。美白ですか？ありがとうございます。今日はやっと日焼け止めを買ったよ。今日はね、暑かった。今日の驚いた。今日は暑かった。昨日一昨日がめっちゃ寒かったんですけど、今日はズムスタ行くの？早い。の道綺麗ですよ、景色が最高に綺麗です。花火やるんだ。花火大会行きたいな。女の子に黒いとか絶対言っちゃダメだからね。5月にあるんだ。花火大会行きたい。お祭り、お祭り行きたいし、なんか広島はね、なんだっけな、夏に桃花さんっていうお祭りがあります。桃花さんっていうお祭りが、大きなお祭りがあるんですけど、愛知は何かありますか、夏の大きなお祭り。広島ってお好み焼きが有名な、多分鉄板焼き関連で言ったらウニホーレンとかじゃない？あとはなんだろうね、天むすとかもじゃないのかな、多分。祭りそんな行った記憶がないけど。名古屋港花火、うーん、花火祭り、確かに穴子も有名かな。夏なんかお祭り行けたらいいな。花火ね。そう、桃花さんっていう、マジでなんか本当に広島のお祭り、桃花さんはマジでなんかもう進まないぐらい人が多くて、こう大通りがあったら、こう歩道がね、両端にあるじゃないですか。で、屋台がバーって並んでるんですよ。で、本当に進めないぐらい人がいっぱいいて、屋台とかも並んでてっていう、本当に本当に大きなお祭りなんです。あるのかな、名古屋には。屋台いいよね。屋台、屋台惹かれる。思い出以上、ココハさんの思い出、嬉しい。いや、もっともっと頑張りますが、好きと言っていただけて嬉しいです。トヨタか岡崎か、なんて読むんだろう。しょう、カーネーションありがとうございます。去年お祭り、桃花さん浴衣ね、着てなかった。去年お祭り行ったっけな、ちょっと待ってよ。いや、去年は行ってない、桃花さん。いや、どうだっけ。なんかめっちゃ覚えてんだよね、なんか広島でダンスの練習してて、でお友達が浴衣に着替えて桃花さんに行ってたのを覚えてるので、多分私は行っていない。去年は家の近くのお祭りには行ったけど、
なんか野菜めっちゃ並んでて帰ってきた、何も買わずに。だから去年とうかさん行ってないかも。蒲郡っていうもんだ。とうかさん行ったら、確かに行ってましたもんね、マイカーのメンバーで。結婚して、あ、二人です。うわ、超えてる、アバター。キミちゃんの配信で浜松祭りの話題。浜松祭りとか行ってみたいな。とか普通に静岡行ってみたい。明日は行けないけど、おっ、嬉しい、ありがとう、待ってるね。嬉しいね。花粉症は完治、ありがとうね、待ってるね。こんばんは。浴衣似合いそう。浴衣ね、でも浴衣はここ最近2年連続で着てましたね。普段着ないけど浴衣。花粉症感じ、よかった。マジで花粉症ここはなくなったかも今年大丈夫だった。なんか薬も2日だけ飲んだかな。マジでなんか終わってたわ、いつの間にか。明日通称、おえー、嬉しい。遊びに行きますね、待ってます。嬉しいです。うわー、広島戻ったら売り返して。どうなんかな、やっぱ地域にもやるのかな。どのポーズするかなうえー、5月18の制服のメモコメントありました。でもサータンの振るんでしょ多分。どうサイリームは俺を見つけてね。サイリームを振ってくださったらもう 100% かもしれない。レインボースターありがとうございます。一生の思い出だよ。そう、写真はね、ほんと一生の思い出ですから。推しに詳しい、いや、わかんないよ。結構もう当てずっぽうで言ってるから。名前変えてるし名前変えてるし。お知らせ、サイリウム、わ、ありがとうございます。それちょっとね、ちょっと撮りたいよ。え、ご飯とかにも来てくれるの、まさかの。ココミンじゃなくて、あ、ココミンも行くかツーショットね。よえー、5月18、落ちた人が多かった5月18を。ありがとうございます。ココハのサイリウム、ありがとうございます嬉しい。まさかの売れてりだな。売れてり、ロック画面の背景、うわ、ツーショット撮ったらココハにしてくれるってこと。そういうこと。申し込む権利すらなかった。いや、クレで食べたカレー、クレあんまり行ったことないかも。そういうこと、売れてり。いや、ロック画面ね、嬉しい。画面嬉しいな。ココハのロック画面はマリンさん。こんばんは。初見コメントありがとうございます。金のだるま、ありがとうございます。ココハちゃんのご出演、おい、そういうこと、ありがとう。楽しもう。18日、カワウソパンダ、ココハの大好きなものじゃん。また変わったって突っ込まれるまでがセット、ロック画面
コロコロ。どのマリンさんでしょうか。ロクガメはプリキュアのハートをやってるマリンさんです。めちゃめちゃいい笑顔のです。おすすめのツーショットのポーズは、まあハートですかね。長時間同じ振るのは耐えれなくなるので、たまに、お、じゃあちょっと見逃さないように頑張ります。結婚して、お二人です。金のドラマありがとうございます。変わったの、変わった、あ、推しが変わったの、変わった、やばい、読解力、私の読解力、可愛い確定、お前のおかでベタ、まかりの復讐 ST がまかりね、なんか一緒のタイミングかなって思ったら違いました。そう、待ち受け上書きの「こんばんは」「ココハちゃん推しになる前」「おー、なるほど、スマホの裏のアイドル誰ですか、ココハ」「依田祐希ちゃんです」。前回誰のロック画面だったのか、ずっとイコラブのあの佐々木舞香ちゃんを中心とした、佐々木舞香ちゃんの写真だったり、佐々木舞香ちゃんとキアラちゃんの写真だったり、佐々木舞香ちゃんとイオリちゃんの写真だったりを、こう電源消すたびにロック画面が変わるようにしてたんですよ。今もあるんですけど、 iPhone ってあのロック画面こう何種類も作れるから、それにしてたんですけど、マリンさんしてます、思い出以上。18年、どうでしょう。幕張の日乃木もそうなの。こんばんは。富里奈央ちゃんはね、5期生の推しですね。もうずっと私は依田ちゃんを推してきているので、そこはそこはもう中心とした、そう、今はマリンさんだったこと。名刺のココハ嬉しい。名刺ね、自分の名刺たくさん持ってるんだよな。でも今なんかスマホの裏を依田祐希ちゃんにしてるのは、なんかあのスマホを変えてケースをなんか普通に100均で買ったんですよ。そうで、なんか落とすの怖いから、このこのなんていうの、この手首にこう紐がつけれるやつ、落とさないようにそのグッズがあったので入れてるっていう感じです。グラブル見ましたよ、割とすぐ見た。キアラちゃん好きなんですか。インスタにリオツよく出てきて可愛いよ。サータンと焼肉行ったよ今日。そう、10周年のバスラのグッズですね。これはそう、一緒に行ったサータンと。そう、スマホはね落とすとあれだから。ケースもね、なんかいいのあれば、なんかでも透明が良くて、スマホのケースが、で今までずっとアイフェイスを使ってて、でしたら落としても割れなかったのでいいなって思ってたんですけど、あの迷い中、迷ってるですね、スマホケースは。そう、裏に挟むから透明がいいなって感じなんですけど。結婚して、お二人です。金のだるまありがとうございます。手帳型ね、変えるタイミングね、そうな、ケースってねなかなかむずいなと思ったりして、割と透明がいいなって思ってるタイプだけど、まあ今はこれがあって落とさないかなって感じだから、まあいいかなって思ってたり
してる。カーネーションありがとうございます。携帯のケース外して撮影。そうなの？明日来てくれるの？楽しみだね。手帳型、イミナッシングね、マジ割れたくないよね、スマホって。まだ割れたことない、あの人生で。だから修理とか出したことがないですね。あ、1個が入れてるから手帳型なんだ。カネシありがとうございます。そう、もう明日なんです。実は明日です。私正統派アイドル。あんまり言われたことないけど。ありがとうございます。確かにサイディムカラーはないかな。なぜか緊張する。それはなんでか教えてあげようか。知りたい？知りたかったら知りたいってコメントしてみて、教えてあげるからね。明日なのびっくり。一応お楽しみすぎるね。制服の胸外れたという声を多く聞きました。知りたいですか？ココハと話すのを緊張する人はなぜかと言いますと、それはココハのことが好きだからです。ごめんなさい、答えを言っちゃうと。そういうことなので。あ、2色ならあるんだ。仕事で見せられないかな。美容師会ない。そうなんだね。写真会はさ、ここも初めてだからさ。これは恋ですか？恋かもしれない。心理ですか？あっすあっす。岩ちゃんはなぜか緊張しない。そこについてはちょっともう何とも言えない。よろしくです。緊張しないのはちょっともうわからん。わからん。それはわからん。こんばんは。別の駅使うんだ。兄さんめっちゃ緊張しそう。指輪はつけてて。慣れれば大丈夫なんだね。まあ慣れは大事ですね、確かに。リセット。緊張、まあ、緊張しないっていうのもね、まあ、別の良さですよね。別の良さ。泣いてる人みたいじゃない？あくび。お、最近おすすめの映画、よくぞ聞いてくれました。青春 18×2 です。もう本当におすすめで、本当におすすめすぎるので、もう聞いたからにはもう、いや見てほしい。本当にお願いしますよ、聞いてくださった。不安はって、おお、意外とね。アニメは、いや、暴虐バッタリーさ、なんか見てなかったんだけど、見たいなって言って見てなかったんだけど、イズニーさんが見始めたって言ってたから、もうそれは見るしかなくねって思って見ようって感じ。映画好きなんですよ。ミスチルだけ見ました。ラブレター、岩井俊二さんのラブレターっていう本をね、今日早速読み始めました。移動時間とかで読み始めました。なんか結構なんか青春 18×2 の中でラブレターっていう、まあ、映画なんですけど、
ラブレターって映画がめちゃめちゃキーになってて、その小説をね今読んでるんですけど、もうなんかつながりを感じて、ラブレター見て映画を思い出すとまたちょっと違う感じになるんだろうなっていう感じ。洋画見ないね、ここは。テレビドラマはナインボーダーとアンメットを今見てます。ドラマおいハンサマーチ見てない。流れ星ありがとうございます。作品いろいろ出てる。カーネーションありがとうございます。明日には、お、待ってます。そうね、ラブレターっていう岩井俊二さんの本を、青春 18×2 のしおりを挟んで読むという、めちゃめちゃ自分的にエモいことをしています。ナインボーダー面白いよね。さよならさよならさよなら、スワローテイル。岩井俊二さんはマジで映画をハマるきっかけ、ラストレター、なんか高校受験がの時にのタイミングで、受験が終わったらラストレターを見に行きたいっていう、そのちょっとした目標を立ててね、受験に挑んでたんですよ。なんか別に勉強とかはしてないんですけど、だからその合格した日にラストレターを見に行って、そう、もうそこで最高すぎるね作品に出会ってしまって、割とハマった映画ね、ハマったので、結構ね思い出深い作品なんですよ、ラストレターは。ごめんなさい、すいませんね、4年前とかなんですけど、ありがとうございますあのさ、高校合格の何思い出なんですけど、小論文と面接とプレゼンテーションっていうので高校受験を受けたんですよ。ちょっと早めに受けれるやつ、小論文がすごく得意だったのでそれで受けてて、なんだっけ、内申点とかも指定校じゃないんですよね、指定校ではないんですよね。内申点とかも割と高い方だったので、 AO じゃないよ、高校だからね、高校入試ね。でだから結構早い時期にあったんですよ。でだからなんか担任の先生から直接その合格不合格を聞いたんですよね。で合格ですみたいな言われてでもう、お家近かったので中学校からもう走って帰って家まで走って帰ってでしたら、ママとおばもいて、合格したよって言ってで3人でお昼ご飯を食べに行って、でママと2人でラストレターをね見に行ったっていう思い出ほんまにゃ。そう、小論文がねとても得意だして、プレゼンテーションも得意だったので、なんか得意なところを活かせて合格できましたそう、公立です、普通に公立です普通に公立ですよ。
天才なので。昨日の担任最後はあれは高校3年生の時の話なのでつながりません。はたありがとうございます。公立は高校まで見に行った。え、そうだから一足先に合格してたから公立の発表の日にでも学校行かなきゃいけなくて、なんか一人で行って気まずかった。みんな友達と喜んでたりしてて、公立の高校の掲示板見て、あ、私一人だわって思ってた。映画のお話ぜひしましょう。小論文風なブログ、え、小論文風、それはね、うん、小論文はねブログ向きではないかな。映画は、うん、どうだろうな、守備範囲はどうだろうって感じ。洋画を逆に見ないです。あ、でもなんかそうだ、あのね、ここは本当に日本の映画しか見ないんですけど、唯一その洋画を、唯一じゃないかもだけど、あのミッドサマーが好きで、本当にディレクターズカット版も見てるぐらい好きで、でミッドサマーが好きなんですけど、ミッドサマー以外の洋画はあんまり見たことがなくて。そうなんですけど、この間映画見に行った時にあの予告で気になる洋画があったんですよ。なんだっけな、なんかなん収容所の隣に住む家族みたいな、めっちゃ気になって、なんていう映画だろう、待って、なんだっけな、無関心という恐怖みたいな文言のやつ、なんか分かんないかな、無関心という恐怖みたいなのが歌い文句になってた映画な気がするけど、なんか分かんない。調べてみてほしい。なんか収容所の隣に住む家族みたいな、無関心という恐怖みたいな感じだった気がするんだけど、タイタニック見たことないな。それは、あ、そう、関心領域、それ関心領域がマジでちょっと気になってる。そう、ミッドサマー以降洋画はね、あんま自分から見ようとかはあんま思わないんですけど、それはマジでちょっとね見ようと思った。アウシュウィッツ、ちょっとわかんないけど、それはマジ絶対見たいって思いました。あ、そう、ドイツの州、それだ、それはね結構絶対見ようって思いましたね。面白そう。面白そうでしたので、洋画好きな方とかぜひ、いつかな、わかんないけど、おすすめです。こんばんは。ホラーはね好きじゃないよ。そう、予告も本当にね素晴らしい、全部見たくなっちゃう。今月末からも始まってるんだ。ホラー好きじゃないよ。ホラー見れない。りょうき天元、それは呪術廻戦。ホラー見れません。人間の怖さはいけるから。ホラーはさ、だって幽霊的なやつでしょ。違うの。わかんない。スリラーとかは。お、明日よろしくお願いします。ミッドサマーもね、なんかあのホラーじゃない、まあ怖いっちゃ怖いんだけど、
そうサスペンスとかスリラーとか人間の怖さとかはね好きなので。バトルロワイヤル見たことないな。え、今から殺し合いをしてもらいますのやつ、バトルロワイヤルって。見たことない。バックトゥーザフューチャー見たことないな。公開が先で公開の時はいいやってなっちゃう。あ、やっぱそれ見たことないんだよね。バナナマンの設楽さんがさモノマネしてるやつで知ったけど、アウトレイジも見たことない。ハマったんだバトルロワイヤルで。あ、ワンとかあるやつなんだ。伊坂幸太郎さん、どんな、例えば何のやつ、何なんだろう。テレビね、時代劇とかも見ないな。見たことないかもしれない。3まであるんだ。いいね。あ、知らなかったんだ、スリアルあるらしい。てか今何時ですか。そんな面白いんだ、ぶっ通しで見ちゃうくらい。28か、じゃあちょっと35に終わります。椎名桔平さん、アウトレイジ、今日はたくさん寝よね、眠くなってきたマジで。今日気づいたら寝ようとしてたら明るくなってて、外がびっくり仰天、仰天した、仰天ニュースでした。ゴッドファーザー見たことない。誰のやつ。昼寝、悪い人だ昼寝。今日昼寝してない。バラありがとうございます。でももう昼からね、練習してたから。ディズニー作品ね、なんかモアナ2やるらしい。インサイドヘッドも2やるらしい。どっちも見てるわん知らなかった。C 大きくなるの、はい、夢わかんないんだ。予告やってたよね。もうな、制服のねね、アナ雪始まるの。あ、 C でね。眠たい。今日昼寝しなかったのマジで偉いと思う偉いと思います。明日は君ちゃん愛あふれるポーズ。お、どうしようかな。あー、オッケーオッケーオッケー眠てりだよ。自然聞いてモチベ、お、いいね、褒めたい。どんなポーズちょっと考えてみた。まあ表せないぐらいほどないなんだけどね。
ゴッドファーザーわかんないな。もう寝れないよまだ。お風呂入ってないし。髪型、いつも違うかな。あんま分かんないな。名前言ったじゃん、変えてるって。結構25分ぐらい前に言ってるよ。あの花ねえ、見てないね。それ見てないんだよね。そうだよ、ゴジラ。ゴジラ見たことない。眠てり、眠てりだよ。ゴジラ、ね、3期。ゴジラ誰、石原さん。通出の準備、準備、準備。あの花か。ここはいちごちゃんと友達だから、よろしく。いちごちゃんと友達なんだ。日付変わる前に寝たいね。そうだよね、わかる。それは目標にしよう。みんな日付変わる前に寝る。みんなで目標にしようぜ。幸せの黄色いハンカチ。いちごちゃん友達だよ。勝手に友達って思ってるんだ。まばたきの回数多い。準備ね。試験組めてありがとうございます。でもリオといちごちゃん仲いいらしいから、日付変わる？睡眠って大変だよね、マジで。人間の脳って不思議。目を大きく見開いたら眠ってりないっす。明日久々にみくるさんに会えるわ。28時間テレビぶり。カーネーションありがとうございます。一部わー、それはね、早く起きないとだね。頑張って、ね、シャレード。お姉ちゃんいます。お姉ちゃんと妹います。マヨテリさんに会えます。目力競いません。マヨテリさん明日一緒です。ポーズ何も考えずに。わかんない、通称やったことないからも。わからない。目力いいよ。36ありがとう。35までって言ったよね。そろそろ終わりたいと思います。よいしょ。明日はツーショットの方は待ってますので、ぜひ来てください。まあ来てくださいって言ってももう来る人は決まっているのですが。待ってますので、待ってます。ほんと待ってます。待ってます。
て。この前お仕事でお姉ちゃんの接客をして、こはちゃん待って、そうお姉ちゃんがさ、ジル・スチュアートのパウダーを誕生日プレゼントでくれたんですけど、そのなんだっけ、写真をね見せたって言ってて、素敵な出会い、素敵な出会いじゃないですか。嬉しい、素敵すぎる出会いがありました。そう言ってたお姉ちゃん。へえ、一緒に誕生日プレゼント選んでくださってありがとうございます。使わせていただいてます、ありがとうございます。嬉しい、すごくない、素敵すぎる。それでショールームまで来てくださったの嬉しい。ね、すごい、素晴らしすぎる、素敵、素敵。え、映画ですか？映画、映画だ。いやマジでもう愛用してます。なんか匂いもいい匂いのパウダーで、そう最高なんですよ。嬉しい。嬉しい、映画なりますね、映画化です。ほんといつかちょっと映画化するので皆さん待っててください。素晴らしい、いいお話、マジでいい香り、気分アップします、アップアップ、いい気持ちで眠れそうです。その前に最大の難関、お風呂があるんですけど、普及活動してんのかなお姉ちゃん。そうお姉ちゃん、姫香さんとココハのツーショット見せたって言ってた。お姉ちゃん好きだから姫香さん。嬉しいですね、なんか素敵な出会いもあるということで、これからも頑張ろうと思いました。ありがとうございます、ね、わざわざね見に来てくださって、お伝えしてくださってありがとうございます。ではちょっと明日会える方はちょっと楽しみにしてますので、待っててください。あ、ま、待ってます、私が待ってますので来てください。バイバーイ、おやすみ、また明日。